はい、どうもこんにちは、たかしでございます。本日はね、Z6 で撮ってるんですけれども、まろちゃんが、ね、いないんで本当にピント合ってるかなっていう感じでスタートしております。動画を撮るときにオートフォーカスなんで合わないのかっていうのを解決しまして、 AFF というねモードを使うと解決するということでね、今ちょっと設定をしてみた次第であります。もうこれあれかな、ピント合ってなくても行っちゃうかまで行きたいかなと思ってます。というわけでね、今回は何をしたいかと言いますと、α7-4 のね、まあ、コメント返し、まあ、その他もろもろのコメント返しをさせていただきたいかなと思ってます。いつもね話してからコメント返しすると、あの30分制限でちょっとヒヤヒヤしながらで、あんまりちゃんとねコメント返しできてなかったので、このタイミングにと思っております。あとね、コメント返しをさせていただいたコメントにはお気に入りマークみたいなのがあるんで、それをね付けさせていただいておりますんで、おそらくね通知が入るんじゃないのかなと思っておりますんで、まあそれをね基準に、あこいつ返信したなっていうのをちょっとね見ていただけるといいかなと思っております。まあ、というわけで早速やっていきましょう。まず一つ目のコメント、ゆきっとさんです。まず一つ目のコメント、ゆきっとさん、ありがとうございます。まあ、Z9 のね動画に対するコメントとなっておりまして、 Z9 は月算3000台だか3500台ですから、しばらくは指を加えて待つことになりますね、ということですね。本当にこればっかりは仕方ないのかなとも思うんですけど、多分今ニコンさんは増産体制っていうのを整えていると思います。まあ、キヤノンの EOS R3 もそうだったんですけど、発売した後にねどんぐらいかかるよっていう見込みをね伝えるような形式を取ってるようなので、まあ、おそらくニコンも発売されたと半年待ち1年待ちみたいなことがね言われるかもしれないんですけれども、まあ、その中でも今多分できることをねできる限りしていると思います。まあ、半導体だけはねちょっとあがいた程度じゃどうにもならない問題だと思いますんで、まあ、そこがねボトルネックになっちゃうのかな、やっぱりっていう感じですね。そして次のコメント、こちらもユーキッドさんですね。F マウントのレンズを Z6 で使うと F マウントのカメラで撮るより良い絵が撮れます。このレンズこんなに良かったっけなと驚きます。プロカメラマンも同じ感想を持っている方もいらっしゃいますね、ということでね、これ僕初めて聞きましたし、まあちょっと興味が湧いた部分でもありますね。まあでも最新のものの方がよく撮れるっていうのは基本的に当たり前なんですけど、ミラーレスが出た後の一眼レフなんかも存在したりするわけなんですよね。まあ、そういった意味でどちらが優位性あるかっていうところで考えると、やっぱこのミラーレスの方になるんですかね。まあ、ちょっと機会があったらこれはぜひ検証をしてみたいかなと思っております。次のコメント、オブちゃんさん、ありがとうございます。 α7-4 の動画についてのコメントですね。しばらく様子見です、ということでね、まあ、これは本当に様子見をしてもいいと思います。というのもおそらくそんなに量は出ないと思います。なので、まあ、徐々にねこう予約をした人に行き渡っていくと思いますんで、うまい形でねこのカメラの予約タイミングとかね考えていただければいいんじゃないかなと思います。当然一番初めに使った方っていうのはある程度出てくると思うんで、その人たちのね、感想とかを待ってからでもいいのかもしれないですね。次のコメント、しげる飯塚さん、ありがとうございます。僕のおじさんと同じ名前ですね、しげるさんですね。ほぼ転売の儲け話を嬉しそうに話しているということでね、あの僕ちょっとねあの感情がおかしいところがあって、ちょっとねサイコパス寄りだと思ってください。で別にねなんかこれを楽しく話しているつもりではないんですけど、何なんでしょうね。なんか結構辛辣なこととか笑いながら話しちゃったりとかする癖とかもあったりするんで、僕のこのね笑顔と、まあ、内容と、まあ、実際の感情とは紐づいていないっていうところだけちょっと覚えておいていただけるといいかなと思ってます。意外に残虐な人かもしれないしね。次のコメント、ライフモゴテンさん、ありがとうございます。プロが使う前提のフラッグシップ機ならプロ価格は問題外なのではと思います。私のように趣味ではなく飯を食い家族を養うための道具ですから、求める性能があれば良いのだと思います。キヤノンも利益はキスや M で得ているので、 R1 を数売るつもりはない値付けてくるかもしれませんね。フラッグシップの裾野を広げるつもりがキヤノンにあるのかないのか、この性能が必要な方は買ってください、期待は裏切りません的な感覚で出してくれたらかっこよい、選ばれた方への R1。 まあ、本当にねおっしゃる通り、カメラって本当に欲しい人が買えばいいんですよ。
だから別に各社のフラッグシップがどうのとか、金額的にどうのとか、まあ、性能がどうのとかっていう話は二の次のはずなんですよね。まあ、ただやっぱりこう切り取ってみてしまうと話題性があって面白いとかね、まあ、そういうところちょっと YouTube 上では話さなければいけないというような形にもなってしまうのと、あとなんかやっぱり突出したものを出してくれると僕たちって喜ぶじゃないですか。何なんでしょうね、この機材のワクワク感っていうのはね。別にいい機材を使ったらいい写真が撮れるわけじゃ絶対ないんですよ。絶対ないんですけど、やっぱりいいカメラ欲しくなっちゃうんですよね。病気ですかね。まあそれにしてもね、多分 R1 に関してはそのままの性能では出ないと思うんで、これはなんかね面白いことしてくれるのは僕は期待をしたいかなと思ってます。次のコメント FCB13 ありがとうございます。ニコンは Z9 の低感度画質 &8K VS キヤノンの R3 の AF& 内部ロー 6K だと思っていましたが、触った感じもそのままでした。全く用途が違いますね、ということでね。これオートフォーカスに関して、まあ実際に比べた人とか他にもいらっしゃるんですかね。やっぱりキヤノンの方がすごいっていう結論になるんでしょうかね。ちょっと僕はオートフォーカスについてはそこまで求めてないですよ。基本的にはある程度暗い場所でオートフォーカスが合う、明るい場所ではバッチリ人見に来るとか、なんかその程度でいいと思ってます。まあ、逆に言うとその程度がまだ叶っていなかったっていうのもこのミラーレスカメラっていうものだったんですよね。まあ、それがだんだんと改善してきて、ついにこの一桁ギガ出て、さあどうなるのっていう、まあ第一線ですよね。まあ、それがこの結果 FCB さんの感じられた結果になるようだったら、多分ミコはもっとオートフォーカスを頑張んなければいけないですし、キヤノンは画質についてはもっと頑張んなきゃいけないかなと思うんですよね。まあ、でもねこの2台をね比べて楽しむぐらいのことができるといいなって思ってます。次のコメント、ドンタラオ8さんありがとうございます。ソニーの口ぶりからして7-4の発売日はキットレンズの方の発売日くらいまで延期になると思ってました。もったいぶったんですかね。それと対照的に Z9 は正式な発売日こそ明言していませんが、発表から速攻で予約受け付けてましたからね。 7-4 のゴタゴタはサプライズ目的だったとしたら完全に裏目に出たと思います。とはいえ存在を知ってか知らずか、発売を心に待ちにしていた機種なだけに予約開始までずっと迷うと思います、ということでね。もう本当にもうすぐ予約開始の α7-4 なんですけれども、多分ね海外を優先したっていうのも本当そのままの意味で、物が足りないからより買ってくれる人たちを優先したっていうことだと思います。まあ、それが世界で売っていくっていうことになるんでしょうかね。まあ正直残念ではあったんですけれども、まあでもしょうがない部分かなと思いますね。まあ、僕たちは子供をどんどん作って日本の景気っていうのをね盛り上げるしかないと思うんですけど、まあ正直なんかちょっと積んじゃってる感はあるんで、まあ、このままずるずると日本市場っていうのは減っていくんじゃないかなと思います。まあ、その中でね、まあ、お金を稼いでる人たちはどんどん買っていただきね、どんどんメーカーを支えていただいて、あの僕たちみたいなお金がない民にもね、あのいいカメラが降りてくるようになるといいなって思ってます。はい、あとねキットレンズちょっと先っていう話でしたけど、どのぐらいになるんですかね。キットレンズありだとめちゃめちゃ売れるでしょうね、これは。で当然、まあ、33万円っていう話をしましたけれども、実売価格で言うと多分29万円ぐらいなんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味でね、皆さんのお財布加減とご相談をいただきながら、このカメラ本当に欲しいのっていうところね、しっかりと自分の中の自分と対話していただきながらね、考えていただければいいんじゃないかなと思いました。次のコメント HIJI さんありがとうございます。α7-4 は性能に比べて価格が高すぎる。この価格でならせめて 4K60p ノンクロップと高解像度のモニター液晶をつけないとがっかり。これはねいろんな意見があるんですけれども、やっぱ 4K60p が、スーパー 35mm 要は APS-C のクロップでしか使えないっていうのはちょっと残念な部分だったかなとも思います。まあ、その処理にね、まあ、熱関係の処理が走ってしまうからであれば僕はいいと思うんですけど、なんかちょっと α7S3 をこう買わせるためにやってるようなところがなんかあるんじゃないかなって僕思っちゃったりして、そこは残念かなと思います。あとモニターとねファインダーに関してはやっぱり、まあ、据え置きではないと思うんですけど、最新のものと比べればやっぱり落ちてしまうものが使われているということで、まあそれを総合してこの価格合ってるのか合っていないのかは皆様次第と
いうことでね、まあ、ただまあ基本的に使いやすいカメラであることは間違いないでしょう。オートフォーカスが最新になっているだけでもかなり使い勝手が α7-3 とは違っていると思います。まあ、その点が僕は乗り換えられる方はね、考えるポイントかなと思ってます。次のコメント、 NS さんありがとうございます。 R3 は先行レビューしているカメラマンがモータースポーツ流し撮りしていますが、横の被写体ブレが目立ちますね。アイビスが邪魔しているのではないでしょうか、ということでね、アイビスってボディ内手ブレ補正ってやつなんですけれども、この辺どうなんですかね。流し撮りは多分これ流し撮りモード的なやつがついているものはそうする、ついていないものはオフにするみたいな形なんでしょうね。まあ、この辺は正味ちょっと僕はあまり流し撮りがする機会がないので、ポートレートメインなんでね、女の子を流し撮りしてもなんかちょっと不思議な感じになっちゃうと思うんでやってないんですけど、まあ電車とかちょっといつかやってみたいなって思ってますんで、まあ、その時にちょっと参考にさせていただきたいかなと思います。次のコメント、ピロデノさんありがとうございます。フルサイズへのステップアップで待っていましたが、価格予想がこれぐらいだったので、マップセルで α7C とレンズ2本を中古で同じぐらいの価格だったのでそっちにしちゃいました。とても満足しています、ということでね、まあ、そうカメラを使うにはレンズが必要なんですよね。だからこの33万円でカメラ買ってもレンズがないと使えません。そういう意味でいくとやっぱりまあお高くついてしまうのが α7-4 っていう形だと思うんですよね。まあ、そのためのまあエントリー機種として α7C っていうカメラがまあしっかりとねいいポジションでいると思うので、これを活用してもいいんじゃないかなと思います。まあ、特に動画撮らない人はこれで十二分じゃないですかね。オートフォーカスがやっぱり若干ちょっと手前の性能ですけど、でも α7-3 とかに比べたら全然いいと思うんですよね。まあ、そういった意味で、まあ、いろんな選び方があるので、まあ、いろいろね考えていただいて、自分なりのねこの予算内でのこのセッティングっていうのはね非常に大事かなと思いますので、何かあったらコメントで聞いていただければお答えしていきたいと思います。次のコメント、いろはすさんありがとうございます。年内発売はびっくりしましたね。僕もねびっくりしました。いや、α7-4 が発表された当初はね、いやいやいや、僕あの年内発売しませんとか言って動画を作っちゃってるんですけどとか思いながら見てたら、日本発売未定ということで当たったかもなと思ったんですけど、結果外れましたねはい、すいませんでした。まあでもね、あの優先順位的にこう後ろすぎないなっていうのも分かったんじゃないかなと思います。まあ、日本市場はね狭きパイの取り合いかもしれないんですけれども、やっぱり日本発祥の企業ですからね、お願いなんで大事にしていただきたいなっていう部分もあったりします。そして次のコメント、人間のジョージさんありがとうございます。ソニータイマーって実際ありますか？あくまで家電屋のソニーなのでその辺が心配で、高額なものには買いにくいです、高額なものは買いにくいですね、ということで、いろいろねご返信いただいていてすごくありがたいと思ってます。実はね僕ね、あのこの動画は2チャンネルの1でありたいと思ってるんですよ。なのでもうどんどんね、あのコメントでこう交流をしていただくのってすごい嬉しいかなと思うんですけど、本当コメントいただいた 24Z さん、 NS さんありがとうございます。で多分、結論としてはソニータイマーなるものは、まあ、くっきりとはついていないんじゃないかと思います。まあ、ただ安全防止のために使用回数制限とかっていうのはなきにしもあらずかなと思うので、例えばバッテリーとかね、膨れてきちゃったら終了とかね、なんかそういうのはもしかしたらあるかもしれないんですけれども、通常使ってる分でこのミラーレスカメラを使っている分に関しては、例えばこういうのが原因で α7-2 が使えなくなりましたとかっていうのは聞いたことがないんで、基本的には大丈夫だと思います。大丈夫だと思いますし、そんなもん積んでたら多分ソニーは潰れちゃうと思いますんで、まあ、そんなことはもう現代ではやっていないと思います。もう本当ね、多分細かいところまでインターネットで共有される時代ですよ。変なことはねできないんじゃないかなと僕は思います。ただ一部壊れやすい部分があるっていうのはね、多分ネットを検索していただければ出てくると思うんで、まあ、その辺はリスクの一つとして大切に使うっていうね最高の方法っていうのがあったりします。まあうまくねやっていただければいいんじゃないでしょうか。次のコメント、ミョンライトさんっていいのかな、ありがとうございます。初代α7 ユーザーでしたが、α7-4 の海外発表を見てから α7-3 を買いました。動画周りの許可は自分には必要なく、
それ以外の部分も多少高画素になる程度であまり変わらない割に、国内価格ではかなり高価になるだろうなと思いましたので、思ったより早い国内発表となり、買ってすぐに旧機種になりましたが、後悔は全くなく撮影楽しんでます。これはねもう全然ありありだと思います。言ってしまうと、僕はソニーの画質って、まあ、ノイズ処理を除きますよ。ノイズ処理を除くと α7R2 で8割完成していると思ってます。なのでそこから先の進歩はことスチール面においてはそんなにないと僕は思っております。で、動画面とかで比べちゃうともう運転の差があったりとか、バッテリー面で比べると運転の差はあったりしますけれども、もう本当にその中で収めるっていうふうに決めてしまうのであれば、旧機種っていうのは非常におすすめじゃないかなと思ってます。まあ、特にソニーはねいっぱいありますんで、この旧機種っていうのをねどれだけうまい形で選ぶかでね、お金ない人はうまい形でこうミラーレスカメラっていうのを楽しむことができるんじゃないかなと思ってます。次のコメント、のり兄さんありがとうございます。 R6 の対抗馬らしいですから30万程度は仕方ないですかね。そもそも日本人のコスパからのデフレの影響も大きい気がします。海外の人は日本人の感覚で20万円程度のカメラなのではないでしょうか。そう、日本はね1億総貧民になりつつあると。貧富の差ではなくて全員が貧しくなっていってるという話をね、アメリカのね大学の助教授の成田先生という方が話してる動画を僕いっぱい見てるんですけど、その中で話されていました。まあ、成田さんすごくね面白いので、皆さんにおすすめで、結構ね今切り抜きとかも出てきているので、まあ、見ていただくといいんじゃないでしょうかね。まあ、テレ東の番組をねひろゆきさんと一緒にやってたりするみたいなんですけれども、まあ、やっぱりね日本人はお金がないと、そういうところを、まあ、僕たちがねどうこう賃金を上げていくかっていうところだと思うんですけど、まあ、政治家がねやっぱりね腐敗しているというか、まあ、政治が腐敗しているっていうよりも政治家の持ってる心情っていうのは最もなものを持ってるんですけど、集まって何かをしようとするとどうしてもいいようにいかない。これは多分それぞれが賢すぎるからなんじゃないかなっていうのは僕の結論で、それぞれがそれぞれで一番利益の上がること、賢いことっていうのをやると、やっぱり全員の利益にはつながらないっていうことなんじゃないかなと。まあ、それが今起きていると。で、これを解決する方法っていうのはないから、もう滅ぶしかないよねっていうのはこの日本のオワコン状態なんじゃないかなって勝手に思っていたりします。まあ、政治的な話すると燃えるかもしれないんで、このぐらいにしたいんですけれども、本当に海外の20万円と日本の20万円では本当に差があると思いますんで、まあ、今後ねより高くなってっちゃうんですかね、まあ、感覚的にも金額的にも非常に心配なところがありますね。そして次のコメント、リュウヤさんありがとうございます。 α7-4 買えますよ、だって待っていたんだから。 4K60p がクロップされる以外ほぼ完成されたカメラですし、33万円は推定希望価格なのでそれよりも安く買えるかも。ソニーストアだとクーポン適用でおそらく29-30万、マップカメラでもポイント使えない分29-30万円前後だと思います。まあ高いって言われるけど EOS R6 もボディのみ33万円するんで適切な価格設定だと思いますよ。半導体不足な上に感染症の影響で工場が思うように動けないと思うと高くなっても仕方ないと思います。感染症もなくて半導体不足もなければ30万円くらいにはなったかもねと。とにかく動画も静止画も最高峰の画質で撮れるミラーレスが、フルサイズミラーレスが誕生したと。 α7S3 をスルーして待っていた甲斐がありました。個人的に APS-C レンズで 4K10bit60p が撮れるのが一番嬉しいかな。 α7S3 はそれできないのでということでね、まあ、こうしっかりと並べて話を聞いてみると、まあ、それぞれ α7-4 も α7S3 もいいところがあったり悪いところがあったりという、まあ、歯抜けの形がうまくできてるんじゃないかなと思います。まあ、値段に関してはね、まあ、本当適切な価格とはっていう話なんですけど、要は前のカメラよりも高いじゃんっていう話なだけであって、機能的にはまあ十二分かなと思いますし、まあ、あとはねこの適切な価格っていうのを僕たちが判断する権利があるっていうのも覚えていなきゃいけなくて、高ければ買わなければいいんですよ。そうするとメーカーに一番に伝わると思います。なんで本当に高いから買わないっていう姿勢は重要かなと思います。高くても買うんだっていう姿勢はその製品に価値があるっていうことをメーカーに教える声だと思うんで、これもそれ以上に価値があるんじゃないのかなと思います。まあ、ただねお金お金って言ってますけど、まあ、正直撮影体験、最高の撮影体験はお金では買えないんですよね。
なのでお金で買えるものでその撮影体験をより良いものにできるんであれば、僕はどんどんお金を使うことをお勧めしたいと思っている次第でございます。次のコメントを、はじめけいさん、ありがとうございます。7-4 の 60p クロップを考えたとき、 S3 と併用して動画を撮るときはどんなレンズのミリ数がポートレートでしたらおすすめでしょうか。それか α1 を S3 の動画サブ機メインスチル機にするか迷ってますが、どちらが良いでしょうか。そして村 MI さん、コメントいただいてありがとうございます。普通に考えて α1 で良くないですか、予算に問題がないならっていうところですね。正直ね、これ多分クロップは邪魔だと思うんですよ。非常に邪魔だと思います。なんでおっしゃられてるように α1 がベストの回かなと思います。でちょっとお金が高いよねっていうような感じであれば、どうだろうな、ポートレートってあれですかね、ポートレートの写真を撮るってことですかね。まあ多分何を撮るか、動画で何を撮るかっていうところにも寄ってくると思うんですけれども、基本的な部分であれば 50mm のレンズがあればクロップをしても75なんで、人物を抜く時でもまあちゃんと撮れるんじゃないでしょうかね。多分ね、75とか標準域を超えてきちゃうとちょっと動画でも扱いづらい場面が出てきちゃうんじゃないかなと思うんですよね。まあそれで、まあ、ポートレートを兼ねるっていうのを考えると、まあ 50mm が妥当かなと思ってます。まあ、広角でポートレート撮るなんていうのは全然ありだと思うんで、まあ、それをね狙うんであれば、もう広角であれば広角であるほど動画は撮りやすいんじゃないかなと思います。まあ、本当に何を撮るか次第ですけどね。そして次のコメント、ヒデアラさん、ありがとうございます。α7-4 とは違って R3 はキヤノンの最高峰カメラだから高くても欲しい人はたくさんいるのだと思います。その通りだと思いまして、まあ、ある種特別なカメラだから高いお金を出しても買う人っていうのはいるよねっていう、なんていうのかな、本当に必要な人が買うカメラっていうポジションですよね。まあ、逆に α7-4 に関しては、まあ、α7-4 じゃないといけない状況っていうのは多分もうないんですよ。 α1 を買えばいいし、α7、R4 だって全然仕事できるし、じゃあなんで α7-4 なのって言われると、まあ、よりいいから、まあ、よりいいからっていう理由なんですよね。という意味では、まあ買っても買わなくてもいい割合が多いのがこちらになるのかなっていうことは、なんかちょっと考えつくかなと思うんですけどね。まあでもね、 R3 はちょっと使ってみたいんですよね、僕。レンタルしようかな。次のコメント、飼育者千代スクンさん、ありがとうございます。裏面照射積層センサー搭載の7-4、どうも直感ですがノーマルな7-3の後継とは別物ですね。ミニ R1 な感じがしますが、9-2の立ち位置が微妙と言われていますが、最近のソニーさん何か新しい技術開発に注力していないと、カメラ部 TV さん評していましたねと。でコメントということで、ニックネームなしさん、積層型ではないですね。 NS さん、カメラ部 TV さんは光学は詳しそうですよね。電子部はよく間違えてますけどね、ということで、みんな詳しいんですよね。まあ、一カメラマンがカメラの中の話までできるかっていうと、そんなこと絶対ないんで、勉強した範囲でいろいろ喋られてるのかちょっと分かんないんですけど、まず一つ目は裏面照射積層型センサーということで、すごく噂が上がっていたんですけれど、どうやらその表記自体は今回ないと。まあ、実際どうか分かんないですよ。なんでまあ噂されてるようではなかったと思うんですけれども、α9-2 の立ち位置が絶妙に微妙だよねっていうのは非常に同感かなと思います。だって α1 出ちゃいましたもんね。 R3 キヤノンの EOS R3 のポジションが α9 シリーズという形にもなるのかなとも思うんですけど、まあ、今後ねどんな感じになっていくかなっていうのはすごく楽しみかなと思います。まあ、多分ね、メカシャッターが一番初めになくなるのがα9-3 なんじゃないかなって僕はちょっと思っていたりします。まあ、正直今後ねこれ以上の何かがあるのかって言われると、純粋なこうなんていうのかな、性能アップしかないのかなとか思うんですけど、なんかちょっと面白いことありそうなんですかね。今後ねどうなっていくかってすごい興味深いところであるんですけど、まあ、新しい技術が何なのか、何をしようと思って各メーカーはやってくるのかっていうのをね、まあ、誰にも想像ができないことだと思いますので、楽しみに待ちたいと思います。次のコメント、鈴木隆さん、ありがとうございます。ダムマスターです。あ、ダムマスターさん、お世話になってます。 α7-4 購入予定です。自分にとっては α7-R4 の解像度が高すぎるところまで行ってしまったのと、ISOサオートフォーカスの範囲の狭さともあり悩んでいました。
選択肢がなくなってしまったというのもあります。α7-4、 悪く言えば価格を含め全てが中途半端なカメラという感じがあります。しかし目的に特化させ尖った性能を持ったモデルは α も用意しています。スタンダードモデルの考え方は賛否あり難しいです。個人的にはこういう無難な路線でもいいのかなと思います。購入予定ということでね、おめでとうございます。本当に困ることのないカメラにしっかりと仕上がってると思います。 4K60p であんなスーパー 35mm なのかよっていう人もいると思うんですけど、言うて 4K60p ばっかり使う人ではないと思いますんで、本当に尖ったモデルをそういうのは使っていけばいいのかなと。その中でも尖ってないけど 4K60p じゃあ使えるようにしといてあげようかなっていう、なんかソニーなりのね、配慮的なものなんでしょうかね。はい。でもこの辺はライバル機っていうのが使えたりするんで、そういったところもあるんじゃないかなっていうところがあります。いいな。でもなんだかんだで α7-4 は使ってみたい、欲しいし使ってみたい。ただメイン機にするかどうかで考えると多分しないっていう僕のポジションなんですよね。仕事とかでは多分ね、すごく役立つと思います。オートフォーカス外す場面っていうのは多分一番少ない部類のカメラに仕上がるんじゃないかなと思うんで、そういう意味では心強いですよね。暗くても明るくても比較的使っていけるカメラと。次のコメント、山ちゃん半行さん、ありがとうございます。ソニーの α 確かにすごいのかもしれないけど、じゃあそれがスタンダードと言われるとってとこなんでしょうね。高橋さんの腕が早く良くなるといいですね。ありがとうございます。あまり痛みが長引くようでしたら整形外科で見てもらって、特段異常なしという所見があった上での話ですが、追加を紹介してもらうのも良いと思います。一時的に痛みを取ってもらって十分に休養できるようにするだけでもかなり違うでしょうし、ということで、実はね、痛み止めをねずっと飲んでるんですよね。これがね結構効いてくれていて、カロナールなんですけど、250だか200だかの量をね毎食3食で飲んでます。薬飲みすぎじゃないのってぐらい毎回薬を飲んでいます。なんかしびれを取る薬と、痛み止めとあと胃薬かの計3種類を飲んでいるんですけど、なかなかね痛みが収まりません。腕自体が痛いかって言われるとそんな痛くないんですけど、まず小指がしびれてるのと、この中指と薬指の握力がねなんかちょっとおかしいんですよね。であとはね、動くと頭痛になっちゃうんですよね。だから野鳥撮影の次の日とかはもうすごい頭痛で寝っ転がってましたし、あとね、なんか左の肩甲骨がねしびれちゃうんですよ。何なんですかね、やっぱ首って本当大事な器官なんですね。そんな感じでね、ご丁寧にありがとうございます。麻酔科医もちょっと場合によっては考えてもいいのかもしれないなって思ってます。でもとりあえずね、回復の方向には向かっておりますんでね、無茶をしない程度に頑張っていければなと思ってます。そしてそのご返信でいただいている吉尾北島さんのコメントありがとうございます。整形外科よりも評判の良いペインクリニックでしょうか。妻の場合腰の閉鎖症で辛かったのですが、ペインクリニックに行き、知り合いの病院で MRI を撮影されてから治療が始まりました。先日聞くと一番痛い痛みを100とすれば現在は10以下だそうです。私も同じクリニックで頚椎症のために首へ注射を受けています、ということでね、いろんな治療があって、いろんなところがあると思うんですよね。どこの病院を選んでどういう治療をするか、これ次第で多分治療の精度っていうのは変わってくるんだなって今回僕もすごい思いました。こういったペインクリニックっていうのがあるの僕知らなかったんですけど、これはなんか生きていくための知恵として非常に重要かなと思いましたので、皆さんもねぜひお見知りおきを。次のコメント、 JS11 さんありがとうございます。 Z マウントレンズに惚れているので E マウントレンズを使いたいとは思いませんが、 α7-4 のボディは魅力的ですと。やっぱりね、ボディの魅力としてはかなりのものだと思います。ただやっぱりマウント系の問題って、僕は α7R4 が発売された当初から言っていたんですよね。でなんで言ったかっていうと、 α7R4 で6000万超えてくるぜ、どんだけ画質が良くなるんだって言って蓋開けたら画質だけ上がってたっていう話なんですよ。当然画質が上がるっていうのは素晴らしい技術ですし、すごいことなんですけど、じゃあ撮る写真が良くなるのって言われると R3 とそんな変わらなかったねっていう話なんですよね。なので多分マウントの限界、レンズの限界値がそこなんじゃないかなっていうのが僕の見解です。 GM レンズに関しては1億画素までいけるぜっていう話だったと思うんですけれども、いけるのと 100% の実力で撮れるっていうのはまた別な話だったのかなっていうのは僕の中でのね一個の
まあ、結論でもあったりします。まあ、ただねソニーの絵はソニーにしか出せないんで、まあ、一概にね他のマウントに行けばいいんじゃないかっていう話もできないのが、まあ、このカメラの面白いところかなと思います。まあ、ただ Z マウントは僕非常に気に入ってますね。そして次のコメント、遠山康明さん、ありがとうございます。ソニーという会社に若い頃から随分泣かされたので、ソニーのカメラを買うということはありえません。そしてその後返信をいただいている美しき死神さん、その頃とはもはやレベルが違いますよ。そして遠山康明さんが、そうなのかもしれませんがソニーという会社の製品は買いたくありませんということでね、まあいろいろあったんでしょうし、僕もいろいろありましたし、まあ、なんだったら多分カメラメーカー、まあ、カメラをやっている以上カメラメーカーさんとのトラブルなんていうことは絶対にあると思うんですよね。僕はキヤノンさんで結構手痛い目をサポートで合わせていただいて、なんかそれからキヤノン使いたくないなって思っていた時期がすごくありました。まあ、ただね、まあ、いろんななんていうのかな、事故とか、まあ、犬に噛まれたみたいな、そんなレベルになってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、基本的には一旦リセットして、自分が撮りたい絵は何なのか、それその上でどこが一番近いのかっていうのを考えてカメラ選びをしていただくのが一番いいかなとは思います。まあ、ただ負のイメージってね、なかなか拭えないもんですからね、まあ、自分の楽しいようにやっていくのが一番いいんじゃないでしょうかね。はい、次のコメント、 K 俊康さん、ありがとうございます。 α7 III と α7 R4、 その他もろもろに数十万の授業料を払って痛い目を見ているので、提灯レビューには1ミリも心が動かない。それよりも D500 やってきたので今夜は一緒に寝ます。なんか可愛いですねそして美しき女神さんの返信ね、今回初めてフルサイズを買います。そこで自分は α7-4 を選びました。痛い目とはどういう目にあったのか参考までにお聞きしたいです。そしてその返信ね、中マグロさん、 α7-R4 を所持していますがかなりいいですよ、使いこなしてないだけかと、というところでね、多分いろいろあると思います。まあ、先ほどのね遠山康明さんの話もあったと思うんですけど、カメラメーカーさんとの付き合いの中ではいろいろあると思いますし、まあ、当然買ってしまって後悔、まあ、物理的に後悔、絵柄的に後悔っていうのもあったりすると思います。まあ、ただね、お金は所詮お金なんです。お金を払えば使えるんですよ。でもお金を払わないと人生の中で使うことができないので、お金を払って人生が豊かになるのであれば僕はそっちをお勧めすると思います。なので、まあ、手痛い出費かもしれないんですけれども、まあ、次に行けたというねところで、まあ、明るく前向きに考えていってもいいんじゃないかなって勝手に思っていたりしますはい、まあ、でもね D500 ちゃん、ちょっと僕も欲しいカメラなんですよね。あの一眼レフ機の中でもやっぱり欲しいモデルっていくつか実際あって、まあ、その中の一つ D500、 これは結構ね優秀なカメラっていう話を皆さんしてますし、まあ、本当にちょっと使ってみたいなって思ってます。まあ、APS-C のね照明機ですよね。はい、というわけでね、今回のコメント返信だいぶ長くかかってしまいましたが、この辺にしたいと思います。ぜひね、あの皆さんお気軽にコメント、そして、カメラの選び方の質問等々ね、ぜひぜひお寄せいただけると嬉しいかなと思っております。というわけで本日の見事以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。では。